死んだ方がいいかな。おはようございます。おはようございます。いや、日本に帰ってきました。日本に帰ってきました。いや、まだ寝てないんよ。ちょっと飲んでました。ちょっとね、体痛いけど、もう何も、多分ストレスだろうね。ずっとあの牢獄に監禁されて、もう何かしたいと思ってちょっと飲んでました。まだ痛いよ。見る？今あのガーターベルト脱いだんだけど、あざまみれ、痛い。確かに今日眉イケメンだね。痛いよ。痛いし、歩くのも困難だし。整形後、1週間飲んじゃいけないんだって。でも日付変わって6日目だから、まあ、ワンチャンいける。めちゃくちゃ痛い。いや、舐めてました、今回の整形。普通に韓国配信やる気満々だったから。もう飛行機も私安い飛行機取ってるから、安い飛行機ってキャンセルできないんだよ。だからもう結局高くなっちゃって、2回飛行機取って。うん、ダウンタイム行く、わかんない、初めてだからさ。いやー、飛行機しんどかったな。飛行機しでさ、今日あのほんとギリギリ、あの電車1時40分だったんだよね、飛行機が発車するのが。私急いでもう着いたの1時半、飛行機の中に。もう10分遅れてたら、あ、やべ、充電がない。いや、あのね、座ってる方が楽だね。座ってる方が、うん、まあまた韓国は行くけど、もしかしたらもう最終回かもな。次で最終回、まあ、年内か来年か分かんないけど、広い。家がなんか空間が広い。やっぱ家だね一番、うん。脂肪吸引で死んだ女性って多分いろんなとこあると思うよ。もみ消されてるだけで。脂肪吸引が一番死亡確率高いから。まゆちゃん、はじめまして。ありがとうございます、初見さん。はじめまして、ゆっちゃん、ありがとう。そうだよ。それがでもやっと分かった。いや、これそうだろうなって。うん。それはそうだね。あ、もみ消されるよ。訴えられるしね。あのほら、サインするから、どんなに手術で失敗しても、そうなんだよ。ダメなんだよ。どんなことが起きても言っちゃいけないっていう。うん。まゆちゃんまた、あ、そうだよ、マリアさん。言ってた。でも、あの、韓国配信できなかった、今回は。
今回できなかったですね。申し訳ないわ。楽しみにしてた人。またのね、機会に。でも一瞬で私、あの、韓国人の友達作っちゃったからね。なんだっけ、秀樹。なんでできなかったの？ダウンタイムがしんどすぎて。あの、振動とかさ、無理なんよ。タクシーのもう振動でも痛いから、こうやって座ってんのは平気。でもさ、韓国で座ってずっと喋ってんだったら、ここにいるのと変わんないなって思って帰ってきちゃった。うん、お尻に脂肪移植もした。体張ってる。で、今日も忙しいよな。本当はね、今日明日お休み予定だったんだけどさ、一応帰ってきた配信はしないとって思って、朝から。うん、あ、リア会ってないんだよ今回はね。会ってない。お土産も買ってないわ。いや、お尻もまあ痛いよ、痛いけど、お腹に比べたらマジかすり傷程度。うん、なんかさ、またやりたいと思うって言われるじゃん。花やった時も確か言われたんだよ、またやりたいって思うって。もうさ、今やって、まあ、痛みと満足と、もう全てもう一度ゴールしてるから、ゴールした瞬間にさ、もう一回リベンジしようって思わないじゃん。多分数日経ったらやりたいって言い出すのかな、わからん。ビラも切ったの秘密。今回お腹が28万で、ん？お尻が脂肪移植13万なのかな？41万。体重計な、あ、ダメだよ、もう私今食べちゃったもん。今日はなんか冷蔵庫にね、ネギ、腐りかけたネギと大根があったから、それで、あの、韓国風スープと、あと餃子の種があったから、あ、チャーハン作って、で餃子の種冷凍しちゃったから、それ解凍して麻婆豆腐作って食べて、お酒も飲んじゃったから、うん、いやでもね、41万自然に脂肪燃やすわって言うじゃん。一度そこを取ったら、そこ取り、あの、そこのエリアの脂肪吸引したところって脂肪が作りなりづらいんだよ、うん、なりづらいから、まあ、別にやってよかったと思う。それは夏菜ちゃんも言ってた。うん、そうだから、とり、私さ、夏菜ちゃんって足細い、もともと細いんだけど、お腹を脂肪吸引したら、次はお腹って脂肪がになりづらくなったんだけど、他に移動するんだってね。足に脂肪がいって、結局足の脂肪吸引して夏菜ちゃん。今までずっと足細かったのが、足が太り出しちゃって、お腹は太らないんだけどって。だから最終的に全身脂肪吸引するっていう人が結構多いらしいよ。夏菜ちゃんって前の友達。なんで私さ、お風呂上がりなのにこんなになんか風呂上がりっぽくないんだろうね。今日めっちゃ気持ちかった、4日ぶりのお風呂。